皆さんこんばんは、ソーダ勝坂です。今回のソーダムービーはシーズン初頭の、メバル釣りということで、ですね、まあ基本的な狙い方から、説明していこうと思います。で、まあ今回プラグと、ワームですね、この2本で攻めていってみたいと思いますので、はい、できる限り分かりやすく説明していこうと思ってます。はい、よろしくお願いします。今はですね、まあ、このポイントについて、釣り始めたということで、ちょっとたまにパシャッと出るんで、サーフェイス系の、リッチ 35F ですね、をちょっと使ってます。でちょっと上の方を攻めてます。で結構これ、よく落ちやすいことなんですけど、メバル釣りとか、まあ、アジングもそうですけど、結構浮いてることとかもあるので、まあ、そういう時に、まあ、もう本当闇雲にワームを投げて、そこを取ってっていう風にしていたら、せっかく浮いてるやつも下に下がってしまう。で、結構あいつらはフォールの時はなんですかね、長い距離を追わせてしまうと見切っちゃうんですよね。だからそういうやつをちょっと、まあ、少しでも取るためにだんだん上から少しずつ層を下げながら攻めていくっていうのがセオリーです。ぜひ気をつけてやってみてください。だリッチ 35F、 おい、メバルですね。ほらほらほら出てましたよ。あ、すごい食い方してます。あ、いい食い方ですね。リッチ 35F です。まあいいんじゃないですか、シーズン初頭にしてはいいメバルですね。バフォッと出ましたしね、やっぱ楽しいですね、プラグで釣れたら。次行ってみましょう。はい、今はですね、ちょっとプラグで反応がなくなったんで、ジグヘッドの、ストレートワームのジグヘッドに、変更してます。まあ、お当たりがめちゃめちゃ渋いんですよね。なかなか今状況としては今日が、下がりの小潮の初日ですね。まあ先々週かな、訪れた際は結構プリスポーンの個体もいたので、まあ多分そのプリスポーンの個体が産卵を終えて、まあちょっとポスト気味になってる状況かだと思います。ですので結構渋いと渋い状況ですね。結構だんだんと層を下げながら来たんですけど、どうもちょっと渋いんで、あとストラクチャー周りを丹念に狙っています。よしよしよし、よし、メバルです。あー、よかったね。そこの方に、全然こいつはスポーニング関係ないことですけど、そこの方にいましたね。いやいや、楽しいですね。なかなか、まあこれかなって感じですね。はい、よしよし。
ゃあ次に行きましょう。はい、おでかい。この場の髪はでかくないですか。いやいやいや、こういうでかいアナカムが釣れるのもいいですね、はい、よし、ちょっと調子乗っていきましょう。でかいの狙っていきましょう。アジ、アジです。アジトップ出ましたね。はい、リッチ 35F です。これ一応カラーは、僕のオリジナルカラーですね、クリアチャートヘッドやったかな、はい、あの別名レモンソーダと言ってます、はい、アジも釣れます。いいですね。次行きましょう。はい、よいしょ、よいしょ、メバル、はい、メバルです。はい、お、釣れますね。はい、これですね、例のリッチ 35F、はい、楽しいですね。はい、いやいや、おお、よし、はい、アラカブです。あ、まあ、こんな感じでですね、これからロックフィッシュゲーム、まあ、本当はメバルをちょっとずっと狙ってたんですけど、まあ、アラカブとかアジも、まあ、一緒に楽しい季節に、なってきますんで、まあ今回ちょっといろいろとお話しさせていただいたんですけど、まあ何か一つでも活かせることができれば、はい、たくさん今シーズン、まあこういう魚たちと遊べると思いますので、はい、ではまたの機会にお会いしましょう。ではでは。